はちょっと注目の試合なんで、そうですね、まあ、一般的にユンユリと言われてますけど、そうですよね、それを誠もワンチャンあるから、どういう風にワンチャン持っていくんかみたいな、最近誠使いの人もね、セットプレーがやっぱどんどん進んでいってるから、やっぱユンをワンチャンで殺しきるっていうのが結構できてる感じなんですよね。ああ、うん、なるほど、やっぱユンガーの技術は強いんですけど、こういうああいうの、あの中盤、ね、そうそう、背び背び沿って、ステコワシチェスト、それを結構何かやってて、やっぱすごいちゃんとできてるなっていう。ユンガーもああいうことだったら焦るじゃないですか。普段やられてないことやられたら、これやったらあかんねやってなって、一つ崩れたらやっぱよっぽど上手い人じゃないと、そうですよね、うん。そういうのをコロコロ変えていけないから、はい、迷いながらやっちゃうっていうのもあるし。ここは。チュアステツ団子ってほぼ安定行動、ね、そうそう安定行動やん。でもそれをやっぱこういう風に序盤で返されたら、これは見てからチュアステツ、そうなんですね、そう EX ゼッションは絶対見てからチュアステツ返せる、対策ですね、これもしてるな、みんなやっぱ一番最初に対策しなあかんところ、そう EX ゼッション、まずどうするかって、でこれは結構余裕でいけるから多分見てたと思う、起きてもいいし、ね、結構いい感じな動きですね、まあ安定、安定ヘルシ ー, ルシー、一応中つるぎがいいけど、まああの全然あれでいい、ここはちゃんと逃げて、そうですね、うわ踏まれた、これちょっと持ってない感じでした、うーん、まあ仕方ない、これはあ、まあそれが落としづらいのも、ユーの強みですもんね、ここでまあ安定ダメージ取って、あこれミスったみたいね、あ強制ダウンだ、あそこでちゃんとタクニックになったんだ、もうワンチャン、これ全然いけるからね、こっから何する、おお、あこれちょっと成長入ったんですよね、あー、成、うん、中できたんか、成中は確定です、あー、テイクツリーの成中できたんか、なんかももちさんと喋ってた時ではチェスト、セービング当たって、あ、そういうのもいける、それが言ってました、3ゲージあったらまだちょっと状況確認、EX さやて、セビだ、ハヤテで、もう死んでた、ちょっとそこは状況ミスったんちゃうかな、みたいな感じで言ってましたね、難しい、ももちさん見てましたね、そこは早々に読み勝って2勝4だけど、やってもらって、うん、だけどまあ体力リードなんで、ここから難しい、でもそうっすよね、ユンももう開き直ってくるから、もう何でもやったろう、そうなった時に誠かなりきついから、うん、でもこういう展開になりがち、で誠もやるしかなくなって最後にどっちが勝つかっていう風になる、あ、うん、これはテイク移るとやっぱ刺さって、そうそう、ここで誠もやっぱ手出さなあかんってなるやん、そうですね、うん、ああいう時に噛み合った方が勝ちやすいって感じかな、うん、うまいね、ほんまにこの人は強いっすね、いやほんま一番ほんまにやること全部やってんちゃうかなって思う、見ててちゃんと調べてるっぽいですよね、めっちゃ対策もすごいし、やっぱコンボがうまいのもすごい、あ強いですね、うん、いやコンボがやっぱうまいのはほんまにうまい、強みやから、火力だからやっぱ強いし、ね、そうそうそう、誠やっぱ火力嫌いからさ、2試合目ですか、2試合目やね、1試合目だめっちゃいい勝負でしたね、うん、ちょっとはこわ、うん、コンボチョイスがもし良ければ、ね、死んでたかなっていうのはあるんですけど、まあ、まあちょっと距離が怪しかったと思うけど、まあでも入ってたと思う、あれは、あ結構成長長いからさ、あ見えねえ、見えないですね、これこれはきつい、うん、まあこれはよくあるパターン、よくあるパターンやね、まあ、吹き上げちゃんとリターン取りに行ったけど、まあ仕方ない、まあどれかで暴れるしかなかったと、開幕はちょっと思い切ってユンには結構上から打てんねやんか、あ反撃がめっちゃ難しい、壊しでしょとか、そうそう、だ打ちたくないやん、ユン側も立ち壊しとかリターンすもんね、筋式機関しミスったら反撃食らうから、だ結構打てんねやんか、なるほど、わここは中台じゃないか、中台当たってこのリードはちょっとでかいですね、いや全然誠はいけるね、いけますか、うん、ユン側からしたらゲージ溜めて進化勝ちたいとこですね、1ゲージがなんで、うん、うまい、こっからこっから弓だったらで、これで、うん、うわすごっ、置き詰めもうまいんですよね、この人めっちゃ、誠はあっこからでもやっぱまだワンチャンがね、やっぱりそうそういけるっていうのが、あ、すいません、はい、今のが取られたマーク痛いですね、やっぱゲージまで使って取られるってことは、そうやね、でもまあ仕方ないっていうのもある、ユン側も、うん、2勝出すか出さないかそのね、うんうん、あこれでかいですね、これでかい、これは きついな、あだいぶきつい、あ分かってるけど無理、ゲージがない、ああまあ上リッパーするしかない、痛いの当たりました、ね、この展開がほんまきついね、そうで、カラクサ飛ばれたフルコン決め